文化系トーク YouTube グランパンパースです。虹プロジェクトの2がやるということが発表されたということでございましてね、やるんだなと思いました。ただどうやら来年のようですね、そのデビューが決まるのはね。で、今年のだから10月ぐらいまで募集をするっていうことみたいで、でおそらくはスッキリさんの方でそれも扱うんでしょうねというところにはなります。で一部でその心配してる人たちがいましたので、ここでも述べさせていただきますけれども、実際に虹プロ2がやるのは、募集が10月末ぐらいまでですから、言っても今年の末に始まれればいいかなぐらい。でも多分来年になるんじゃないか、2022年なんじゃないかなっていうね。で、デビューも2022年ということですよね。で、しかも多分上半期ではなく下半期の方を目指すっていうところで、結構長い時間があると。結局早めに言うっていうところね、募集もするっていうところもあるからね。で、スッキリでは募集というか特集もするのでしょうが、ザ・ファーストと被っちゃったりしないのっていうふうに言ってた人がいましたが、大丈夫です。募集がそもそも7月から10月までなんでね、そこからいろいろオーディションで、多分公開しないオーディションとかもあると思いますから、選考してね、選抜して、人数絞んなきゃいけないですから、もちろん大量に来るわけですからね。はい。だから、被ることはございませんというところで、ね、ご安心くださいというところでございますね。で、コメントでもいただきましたけれども、日プとかね、ザ・ファーストの、脱落した子たちが、日プロ2参加するんじゃないのかなっていうところを言ってる方がいます。皆さんも知ってるかもしれませんが、ニジプロ2は、20はね、女の子たちのグループで、ニジプロ1は女の子でしたが、ニジプロ2は、男の子でございます。ニジプロとニチプって間違いそうになりません。今ね、ニジプロって言おうとして、ニチプって普通に言おうとして、言葉がね、ほぼほぼ似てるっていうところがあってね、というのはいいんですけど、はい、男の子のオーディションということですね。女の子系だと、ガールズプラネット9、9、3、9がありますね。それは、JYP は関係ありませんが、はい。で、いろいろね、やっぱ言われておりますよ。ニジプロ2の、ニュースがあって、そちらの方も、コメントが、やっぱり盛り上がっていまして、言っても、ニジプロには注目度があるんだなっていうところですが、あれですね、大体やっぱり批判したい方々がコメントをしておりましたので、あんまり読んでもね、ピンとくるものがなかったというか、読んでもしょうがないコメントが多かったですけど、ただね、広瀬香美さんがですね、歌手の広瀬香美さんが、そのニュースのコメントの一番上にいましてね、広瀬さんこういうところで、コメントとかするんだなって思ったんですけど、J.Y. パークさんは非常にコーチング能力に優れたプロデューサーです。メンバー一人一人と向き合い、才能を褒め、時には厳しく指摘し成長させていく姿が印象的でした。で、ちょっと抜かしまして、飛ばしまして、エントリー部門に新しく作詞作曲が入っていることも興味深いです。最近の J-POP でも、例えば米津玄師さんのように、楽曲から PV の演者まで行うなど、セルフプロデュース能力に優れたアーティストが活躍しています。ということで、豊かな才能を結集し、素晴らしいグループが生まれ、エンタメ全体が活気に溢れることを期待しています。というね。このヤフーコメの方は、この広瀬香美さんのコメントだけ読めばいいかなっていう感じで、あとはぶっちゃけた話、読む価値がございません。で、広瀬さんもね、言ってましたが、作詞作曲っていうところが、ニジプロ2の募集部門にあるっていうところが、ここが画期的ですよね。ストレイキッズというね、20の先輩に当たる JYP のね、K-POP グループいますが、彼らは自分で作詞作曲をしている、セルフプロデュースができるというところなんですよね。で、おそらくなんですが、JYP もね、だからちょっと悪いことを言う人たちがいるわけで、そういう人たちにとっては、やっぱりちょっと飼い殺しみたいな感じとか、新しいグループを作って、古いグループをちょっと優遇、ちょっと冷遇するみたいな、そういう体質があるっていうふうに、昔からの JYPE の、知ってる人は時々言う人がいます。で、そういう部分がもし、セルフプロデュースできるグループだったら、その辺が結構解消されるかなっていうところはあるんじゃないかなと。これ、あえて、反対意見の方というか、ちょっとアンチ側的な意見の方からちょっと語っておりますけれども、
まあそういうことになるかなという気がします。で、まあ20がですね、まあこれもその、まあ要するにちょっとそういう、下から見る人たちっていうのがいるわけで、20がまだ売れ切っていないのに、新しいグループ出す必要があるのみたいなこと言う人もいますが、結局競わせることによって、お互いがこうね、切磋琢磨して、両方がね、上がっていくっていうパターンっていうのを、まあやるっていうのは、どこの事務所でもやっていることでもあって、まあ JO1 もそうだし、JO1 に、だから INI がこの間ね、まあ、その新しく決まりましたけれども、まあそういうことってやるんですよね。ジャニーズさんだって、ストーンズとスノーマンね、同じぐらいの出してやってるじゃないですか。職場にジャニーズのファンの方がいるんで、スノータンとストタンがちょっとね、ファン同士でバチバチになったりするっていうこともあるって話もちょっと聞いてはいます。はい。まあそれに関しては、JYP のガールズグループでも、まあ例えば TWICE ファンと ITZY ファンと NiziU ファンの間で、ごく一部の人たちがバチバチやってるって話は聞いてますんで、ね、なんか、それが趣味なのかなって気がするんで、まあ、それを全否定するっていうのもあれなんですけど、あんまりね、そういうよろしくないと思うんですよね。楽しいファンダム作った方がいいと私個人は思っておりますけど。なんかね、結構 SNS の方で言ってる人たちがいるんですけど、ザ・ファースト、まあこの動画でもザ・ファーストについても触れてますが、まあ私もザ・ファースト大好きなんで、それ、この聞いた時に本当にそうだったら嬉しいなって思うんですけど、JY パークさん、もしかしたらザ・ファースト見てんじゃないかっていう噂がね、あるっていうね。うん。なんか結構だから似通った感じのそういう部分が多いって話なんですよ。ネットの反応だとね。で、それって可能かなって思ったんですけど、実はザ・ファーストって、YouTube で上がってるじゃないですか。で、JY パークさんは日本語も話せるけれども、でもまあ、韓国の方なんで、まあ、韓国語で、もちろん見た方がいいわけですよ。で、そこで何があるかっていうと、ザ・ファーストは、YouTube の方のやつは、日本語だけじゃなくて、英語と韓国語の字幕がつくんですよね。だから、実は、パクジニョンさん、JY パークさんね、見れるんですよね。普通に、母国語でね、韓国語で。で、結構やっぱ日本でボーイズグループを成功させるっていう意味合いにおいて、やっぱり研究すると思うんですよ。言ってもやっぱりその BTS とかにしても、おそらくは日本のジャニーズとかを研究しただろうし、あ、でもその件で昔本人たちが言ってるっていう噂の話も聞いたような気がしますけども。あ、でもどうだろう。ちょっとその辺は定かじゃないんですが。でもそのお互いがお互いで影響を受けたりするっていうのはあるかもしれず、だからやっぱそういう意味合いで日本でボーイズグループをデビューさせようっていう時に、まあここ最近本当に流行ってきたザ・ファーストを参考にするっていうのは大いにあり得るんじゃないかなっていう気がしますね。で、あえてこのスッキリでザ・ファーストがやってる最中にある意味NiziUも引き連れてね、リモートでスッキリでどうやら JY パークさんがね、NiziU Pro 2の開催を発表したっていうところなのは、まあ、ちょっとそこのザ・ファーストをちょっと意識してるかなっていう気はしますね。はい。まあ、そうなりますかね。まあ、ザ・ファーストとニジプロ2はまた全然違うタイプのオーディションになると思いますし、私はね、ザ・ファーストすごい好きですので、まあ、ザ・ファーストをね、応援していきますが、まあ、ニジプロ2が、まあ、来年だろうから、まあ、その時はザ・ファーストはもうとっくに終わっていますのでね、まあ、そこは全然共存共栄できるところなのじゃないかなという気がしますね。はい。まあ、日本でね、K-POP のグループというか、K-POP 事務所のグループがね、いろいろやってくるっていうのも、まあ、NiziU がね、やっぱりその一番最初ではありましたが、まあ、JO1 も、JO1 まではあれは日本のプズだったからね、うん。NiziU がいましたけども、まあ、ビッグヒットのね、HYBE の、K 君たちのグループ、HYBE JAPAN BOYS もいますけれども、まあ、今後どんどん増えていくんだろうなっていう気はしますね。まあでも全部追っていくっていうのはなかなか難しかったりはするので、まあ皆さんも、私も含めですけども、時間とね、それからまあ、金銭とかの方もそうだけどね、時間と気力に自分で合わせてね、応援をしていこうっていうところですね。でね、やっぱりザ・ファーストね、私は日本人ですから、やっぱり一番推していきたいなっていうところは今のところ思ってますよ。正直最初はこんな風に思うとは思ってなくてね、日本人の、まあ、スカイハイさんがやってるから頑張ってほしいけど、でもなかなかうまくいかないかもしんないなぐらいな感じだったんですよ。今思うと何様のつもりなんだろうなって気がしますけどね。まあでもそれとはまた別の問題なんで、NiziU Pro 2もね、本当に成功してほしいなと思っております。はい。で、NiziU とね、いい感じで切磋琢磨していってほしいなっていう気もするなという気がします。はい。ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパスでした。